みなさんこんにちは。急性気学鑑定士の佐々木ひろのでございます。今日は午前中気学上級講座を行いました。今日の上級講座は病気の鑑定です。あなたのかかっている病気があなたの急性と絡めて考えるとどんなメッセージなのか、そんなことがわかります。また病院選びの方位を見る、そんなことも勉強しました。そして午後からは気学お茶会です。お茶会は基本的に気学初心者の方に向けて行っています。人は生まれながらにして5つの星を持っています。その中の最大吉星というのが開運ポイントの星になります。最大吉星は書店の急性気学の本で導き出せる本があまりないです。お茶会に来ればあなたの最大吉星を割り出してラッキーカラーやラッキーフードの活用ができるようになります。お茶会は定期的に行いますので、ご興味ある方はぜひお申し込みくださいね。それでは今日はこの辺で、ごきげんよう。